アジア最強のディフェンダーとして比較されることもある冨安健洋選手とキム・ミンジェ選手。先日冨安の方が上と発言した某サッカー系 YouTuber のコメントが海外進出を果たし、現実が見れない日本人として韓国でプチバズりしているというニュースが入ってきた。2人の比較動画というと、冨安選手とシントとロイデンで共にプレーし、韓国のメッシとして一時話題を集めたイ・スンウ選手の発言が数年前にバズっていた。では現在の動画はどうなのかと韓国人の反応を調べたところ、割とフェアなやり取りがされているものを発見したので、今回はそれについて紹介していく。キム・ミンジェ選手がナポリ時代のものになるが、双方のファンの方に楽しんでいただけたらとても嬉しい。韓国の反応、キム・ミンジェと冨安、一体どちらがより優れているんだ。いくらキム・ミンジェが頑張っているとはいえ、プレミアリーグのビッグシックスに所属する選手と比較するのか。まだ冨安かな。キム・ミンジェは派手だけどね。冨安はソン・フンミンレベルで、キム・ミンジェは南のレベルかな。ナポリ1年目の選手とプレミアリーグの選手を比べるのはキム・ミンジェに気の毒だ。だが冨安は怪我が多く稼働率が低いぞ。リーグレベルもあるが、フィジカルやスピード、ビルドアップ能力はキム・ミンジェの方が上だ。冨安は体の当て方やボールカットが上手だね。キム・ミンジェは重戦車が動き回っている印象だ。冨安とキム・ミンジェはそれぞれ別のプレースタイルを持っている。冨安は教科書にすべき知的でお手本なディフェンダー、キム・ミンジェは規格外の怪物。冨安は柔道家で、そのままだと MMA では試合できないって感じ。アーセナルで考えると先発にしたいのはキム・ミンジェ、冨安はサブにいてくれた方が心強いな。冨安はボローニャでサイドバックに転向したのが残念だ。逆にキム・ミンジェはヨーロッパに行くのが遅すぎた。あとコーナーキックで相手選手を押しすぎる。もしセンターバックを任せられれば、冨安はまだまだ成長する余地がたくさんあると思うよ。そのためには怪我をしないことが重要で、ベストパフォーマンスでないと両者を比較することはできない。ヨーロッパでプレーする選手は日本人の方が多いし、突き出た選手は韓国に多い。海外では韓国や日本人という括りはない。アジア人という括りだけだ。人種差別もあるだろうし、そこに住むアジア人にとっては2人とも誇り。2人にはこのまま活躍して、次の世代がヨーロッパに行きやすくなる環境を作ってほしい。最後までご視聴いただきありがとうございました。お気軽にコメントやいいねをよろしくお願いします。